try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kissed me. And now there's nothing else I wanna do.次はもうそろそろお昼ですか。そうですね、お昼に行きますか。はい、行きましょう。じゃあ、はい、ちょっと心配ですけどこれコンビニでこれかかっちゃっていいと思います。いいんだ、別に一曲歌ってお腹すかしちゃえばいいんじゃないかなまあとりあえず楽しみに待ってますちょうどもうお昼だ。11時55分です。え、こんな駅んとこ？そうですよ。いいとこじゃん。じゃあ、そうですよ、めちゃくちゃいいとこですよ。なんだ、心配して損しちゃったよ。本当ですよ。でも、いつも俺から行くところはね、そこです。やっぱこういうとこっていっぱい書いてあるんだよね。なんか忙しく、コーヒーパブ、これこんなお店の前で言いたくないけど、あかんやろ、あかんやろ、これ大丈夫、ここいいの、ここ、いや、あかんや、50周。あ、ここの店の名前が100万ドル。先入りますか。いや、入って大丈夫、これ。これにします。アイスコーヒーも飲もうかな。メニューはいいって言われた。うん、これダメって言った。あ、これ効果ないの、これの。あ、このメニュー。折れるもんや。いや、思ったよりいいとこやったな。この外観見たときはやばいかもなと思ったけど、なんか休まったわ。一回組み合わせがさ、すごい。おにぎりもおにぎり2個だったけどさ、一応2人分で、はい、種類が違うおにぎり。昆布と梅でしたね。昆布と梅だったよね、はい、あれ好みでっていうことでしたね。いや、でもなんか意外といいもんやね、こういうところも ね、あ、これは良かったな。かなか行かないですかね、これ。行かないよね。楽しかった。結構なんかご飯食べた感じはある。あんまりあれだけど、お昼なんですけど、モーニング、この時間はモーニングだって。まだモーニングのあれね。あ、そういうことね。結構良かった。次行きますか。行きますか。はい、行くのはもちろんレクサスで。もうバッチリだね、ここまで来ると。岡山よりこっちの方がね、本当は桃太郎はこっちだっていう話ですよ。なんか行きましょう。じゃあ行くのはもちろんレクサスで。すごい早く会社がびっくりした俺今。本当に早いから。もう着くよね。もう着きます、着きます。5カ所目ですか。5カ所目は犬山市の桃太郎神社ですね。もう皆さんご存知。ご存知、桃太郎神社。いいとこだもんね、本当に。なんかここのあれでしょ、あの色をなんか塗り直したかなんか。オリンの赤色のとこ塗った覚えがあります。え、マサイ君がこれ塗ったの。塗ったこの赤。この赤、いい赤出したね、結構いい赤出したな。なかなかこんなちょっとドス黒みたいな赤なかなか出ないよね。これ洗濯石でしょ。え、これおばあさんもめっちゃでかかったんだ。じゃあどれかわかんないですけど、これでしょ。これ巨大なおばあちゃんじゃん。こんなあれじゃないよね。あの青塗ったんだ。あ、塗りました、これ。結構これもいい青出すね。本当に。
自分が調合したわけじゃない。あ、調合したわけじゃないの。やったからってこと？あれ？やっぱり小谷じゃん。これか。桃型鳥居と修復器用寄進者。あ、あれしたの？出してるの結構。悪は猿、病は犬、災いは記事という最後ということ。災いは来ない。あ、来ないっていう記事。犬まではうまいこと言ったけど。ちょっとね、最後でつまずいちゃったね。見た、見ちゃった。やっぱハットイケなんだろうなっていう。太郎神社、いい神社だったね。そうですね、安定感のある珍スポットだよね。そうですね、珍スポの中でも本当に王道の。次はどんな感じですか？いや、宗教施設です。行くのはもちろんレクサスで行ってきます。